今日は清根にあるお好み焼き屋さんで北島さんにお邪魔しました。もうこの公園、桜が今四分咲きぐらいでしょうか。北島さんです。はい、電話番号はこちらです。ここのおかみさま、お母様が鹿児島生まれなんで、お邪魔してみましょう。こんにちは。こんにちは。これお母様は鹿児島生まれ、ご主人も鹿児島生まれなんですか。え、私は九州佐賀ですね。あ、佐賀県ですか。で、佐賀県で、鹿児島生まれの奥さんを認めた、はい、じゃあいただきましょう。まずこうやってやっぱり熱い鉄板の上で食べるのがお好み焼き。ちょっとなかなか切りにくい。これはお母さんどっちかというと広島風なんですかね。あ、関西風なんですよね。もともと混ぜてあるというやつですよね。じゃあ北島さんの大阪風豚玉。お、メリケンコというかこうキャベツの混ざり具合が絶妙に美味しいです。はい。ちょうどあの残りの形が四国かオーストラリアみたいな形になりましたけど、いや本当美味しいですよね。こう豚玉の豚の部分。豚バラが出てきました。いやもう汗がダクダク、汗ダクになりましたが、もう最終コーナー。もう北島の豚玉完食しました。本当美味しかったけど汗びっしょりになりました。ごちそうさまです。じゃあどうもごちそうになりました。ありがとうございました。北島さんの豚玉シリーズでした。美味しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。